はい、イベント担当清水です。今回はですね、大学祭が約2年ぶりということでですね、どこのイベントもですね、力を入れていると思います。特に私がおすすめなのは現代音楽研究部と三味線のコラボの演奏を行っています。それでは当日お楽しみに。はい、販売担当の滝本です。私のおすすめしたいメニューはですね、たこ焼きになります。オーソドックスなソースはもちろん、ネギ塩やおろし大根、キムチーズや明太子マヨなんかもありますので、食べ比べしてみるのもいいんではないでしょうか。他にも出店しているお店がありますので、ぜひぜひお越しください。大学祭実行委員長の後藤です。私からは大学祭の目玉として3点挙げさせていただきます。1つ目が先生方の研究成果を見れるという点です。大学の専門的な研究成果を見れるのは面白いことだと私は考えています。2つ目が学生が主体となって行う模擬展です。様々なメニューがあり、美味しいものを楽しんでください。3つ目が部活動の成果の発表です。例えば現代音楽研究部であれば演奏の発表を行ったり楽しめると思います。はい、やはりテーマであるコネクション、輪を広げようというテーマから、ご来場していただいた皆様に様々なイベントや模擬展を楽しんでいただき、輪を広げていただくことが意気込みの一つとなっております。感染症対策を徹底した上で楽しいイベントを様々用意しておりますので、皆様ワックワクする大学祭を楽しんでください。せーの、大学祭来てね。青もライブ